石川数正の生涯、出自と家系。石川数正は戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、大名です。彼の家系は河内源氏の流れを汲み、石川源氏として知られるようになりました。天文2年1533年三河国で生まれ、石川家成を叔父に持ちます。家康との出会いと活躍。石川数正は徳川家康が今川義元の人質となっていた頃から近侍として仕えました。永禄3年1560年、桶狭間の戦いで義元が敗れると家康の独立を助け、今川氏真との交渉で家康の嫡男信康や正室築山殿を取り戻しました。永禄5年1562年には織田信長との清須同盟成立に貢献。三河一向一揆の際には家康に尽くし、家老に任じられ信康の後見人としても活躍しました。彼は多くの合戦に出陣し、姉川の戦いや三方ヶ原の戦い、長篠の戦いで数々の武功を挙げました。小牧・長久手の戦いと出奔。天正10年1582年に織田信長が死去すると、家康の命令で羽柴秀吉との交渉を担当。天正12年1584年の小牧・長久手の戦いにも参加し、和睦を提言したとされます。しかしその後に家康の元を離れ、秀吉に臣従しました。豊臣政権下での活躍。秀吉に仕えた数正は不可視城主10万石となり、信濃松本藩の初代藩主として知られるようになります。天正13年1585年に早捨てると改名し、短期間であるものの捨てる名義の文書も発給しています。石川数正は家康の片腕として活躍し、その後豊臣秀吉に仕えることで歴史に名を残しました。彼の生涯は戦国時代の波乱に満ちた歴史を象徴するものです。石川数正の晩年と出奔。出奔の背景。天正13年1585年11月13日、石川数正は突如として徳川家康の下を離れ、豊臣秀吉の下へ出奔しました。その理由については、豊臣家との和睦派として家中で孤立したや秀吉から基準を説得されたなど諸説ありますが、はっきりした理由は分かっていません。数正は三河勢の軍事的機密を熟知していたため、この出奔は徳川家康にとって大きな痛手となりました。その結果、三河勢は従来の軍政を改め、武田流の軍政を採用することとなりました。豊臣政権下での活動。数正は秀吉から河内国内で8万石を与えられ、秀吉の家臣として仕えることになります。この際、通称を出雲の神に改め、秀吉から偏気を受けて義照と改名しました。天正18年1590年の小田原征伐後、御北条氏が滅亡し、家康が関東に移ると、数正は秀吉から信濃の国松本に10万石を与えられ、加増を違法されました。松本では雄大な松本城の築城や城下町の建設、天守閣の造営などに尽力し、政治基盤の整備を行いました。晩年と家督。数正の没年については諸説あり、文禄2年1593年10月23日に京都で死去したとする説や、文禄元年1592年12月14日に京都の七条河原で葬礼が行われているため、その以前に死去したという説もあります。数正の死後、家督は長男の安永が継ぎました。医療10万石のうち、安永は8万石、次男の安勝は1万5千石、三男の安次は5千石をそれぞれ分割相続しました。石川数正の出奔とその背景。家康の動揺と軍政改正。石川数正が豊臣秀吉の下へ出奔したことは、徳川家康に大きな衝撃を与えました。この出来事により、家康は軍政の改正を余儀なくされました。しかし、数正の出奔の理由については諸説あり、未だに明確ではありません。秀吉との外交関連。数正の出奔にはいくつかの説があります。 1. 秀吉への傾倒。数正は次第に豊臣秀吉の器量に惚れ込み、自ら秀吉に投降したという説があります。 2. 恩賞による籠絡。秀吉の得意とする恩賞によって籠絡され、数正が秀吉の下へ行ったとする説もあります。
3. 家中での立場の悪化。対秀吉強硬派である本多忠勝らが、数正が秀吉と内通していると疑い、数正の徳川家中での立場が著しく悪化したためという説があります。 4. 小笠原定吉の離反。数正が徳川家に従わせたいきさつがある小笠原定吉が離反し、秀吉と内通したため、その責任を追及されたとする説です。5. 秀吉との密約。秀吉との間で、秀吉の下へ行けば家康との戦を回避するという密約があったとされる説も存在します。松平信康関連。数正の出奔には松平信康との関係も影響しているとされています。1. 信康切腹事件。数正は信康の後見人を務めていたため、天正7年1579年の信康切腹事件を契機に家康と不仲になっていたという説があります。 2. 岡崎州と浜松州の対立。信康切腹後、徳川家の実権が数正を筆頭とする岡崎州信康派から酒井忠次ら浜松州家康派に移ったため、数正は徳川家中で立場がなくなったという説もあります。その他、父康政が家康と対立して失脚した際、家康の縁戚であるおじい家斉が石川氏の嫡流となり、数正はその功績にもかかわらず父の事件の影響で亡流に甘んじざるを得なかったという説があります。また家康と示し合わせて徳川家のために犠牲となり、投降したふりをしたという説も存在します。秀吉との交渉の中で現状を把握していた数正が現状を知らないまま、主戦論を主張する本多忠勝や榊原康政ら家臣団に主戦論を放棄させるために投降したという説もあります。さらに家康の影武者である世良田次郎三郎元信が立場を利用して信康を殺害し、松平徳川家を乗っ取ったためという説もあります。この説によれば、家康は何らかの理由で不慮の死を遂げ、松平家存続のために世良田元信が君主としてすげ替わったということです。数正もこのことを承認していましたが、跡取りである信康が成長すれば松平徳川氏の家督を継ぐものと信じていたためです。しかし信康は信長の初段要求を受けた家康元信の命令で処刑されました。家康と松平家に対して強い忠義心を持っていた数正は、これに激しい怒りを覚えたとされています。ただしこの影武者説は専門外の素人によるものであり、アカデミズムの立場からは否定されています。